ヘイスティプディングのロビーヘイスティプディングシアトリカルズ、またはザプディングはハーバード大学の学生演劇クラブ、バーレスク異性層ミュージカルで知られる。1897年、ジョン・ウィール・ライトは年齢問わず男性たちが気楽に楽しめると語った。1795年に芸術志向のフラタニティとして創立し、大学理事会や数学などの模擬裁判の主催から始まった。 1844年12月13日、著名な悲劇バーレスク、ボムバスツ不良ソで初の全編公演を行った。以降第一次世界大戦と第二次世界大戦の時期を除き毎年公演を行っている。しばらくの間、著名な脚本家による人気コメディを上演していたが、1882年、応援ウィスターのリド,ドエネアスから、 独自の脚本を執筆するようになった。これまで、セオドア・ルーズベルト、フランクリン・ルーズベルト、ジョン・モルガン、オリバー・ウェンデル・ホームズ・シニア、ウィリアム・ランドルフ・ハースト、作詞家、アラン・ジェイ・ラーナー、アカデミー賞受賞者、ジャック・レモン、ユーモア・作家アンディ・ボローイッツ、芸術家・ヘンリー・アイブ・スコブ・ジュニア、元マサチューセッツ州知事、ウィリアム・ウェルドなどが所属している。1948年、 フェリサバノフがカンパニー初の女性振付師となった。女性が作家、作曲家、演奏者、スタッフなどで参加することはあるが、男性が女性の服装で女性役を演じるなど出演者はすべて男性である。毎年春の5週間、ケンブリッジで上演し、その後ニューヨーク、バミューダ諸島にツアー公演を行う。伝統的演技法の保存及び革新的な 新たな才能への訓練所としても機能している。出演者が全員男性、コンピューターやシンセサイザーを使わずすべて生演奏、下品な冗談満載のバカバカしい脚本、学生ネタ、使い古されたダジャレなど、意図的にレトロな演劇手法を用い、ミュージカル劇団の博物館的役割も果たしている。数十年経ってもなお新たな才能が誕生し続けている。 プディング出身者は、作家、演出家、そして、劇場、テレビ、映画に出演する俳優として様々な芸術分野を、兼任している。作詞家に与えられる、巧妙なエドクレバン賞において、プディング出身者が少なくとも3名が受賞している。2003年、プディングの脚本家マーク・オドネルが、ミュージカル、ヘアスプレーの脚本を共同で執筆し、トニー賞を受賞した。 オドネルは他にブロードウェイミュージカル、クライ・ベイビーの脚本も共同で執筆している。また、クライ・ベイビーの作詞は、プディング出身、デイビッド・ジェイバー・バウムが担当しており、ジェイバー・バウムは、ザ・デイリー賞の作家として受賞した11回を含む、計13回エミー賞を受賞している。なお、ザ・デイリー賞には、プディングの脚本家及び部長であったコメディアンの、モロッカが、ゲスト出演したことがある。 プディングの俳優のジェリー・コルカーは、オフ・ブロードウェイ・ミュージカル、スリーガイズ・ネイキッド・フロム・ザ・ウエスト・ダウンで、ドラマデスク・アワード脚本賞を受賞した。テレビドラマ、パークス・レクリエーション、ザ・オフィス、ボストン・パブリック、映画、40何のバージンロードに出演する女優のラシダ、ジョーンズは、大学4年の時にこの作品の音楽を共同で、作曲した。 プディングで2作品の脚本を執筆したパリス・バー・クレイは NYPD ブルー、サン・オブ・アナーキー、グリー、グリーなど数多くの映画やテレビのディレクター及びプロデューサーを務めエミー賞を受賞し2013年には全米監督協会会長に選任された。プディングの俳優で作曲家のローレン・ソー・キーフはオフ・ブロードウェイ、バッド・ボーイ、ザムシカル、ヘザース、 ベロニカの暑い日の作詞作曲を行った。オキーフは、妻で、プディングの脚本家であったネル・ベンジャミンと共に、ブロードウェイミュージカル、キューティブロンドの作曲を行った。ベンジャミンは、ザ・エクスプローラーズ・クラブの脚本で受賞したことがあり、ティナフェイと共に、映画、ミーン・ガールズのミュージカル化に着手している。プディングの脚本家のマーク・オキーフは、映画、ブルース・オールマイティ、 もしも昨日が選べたらの脚本を共同で執筆を呼び、プロデュースした。プディングの脚本家のメーガン・アムラムは卒業直後、ツイッターの書き込みで有名になり、パークレクリエーション、シリコンバレーなどのテレビ番組の脚本を執筆し、共同執筆者のアレキサンドラ・ラピトリは、ワシントン・ポストが見において、レギュラーでコラムを執筆している。プディングの俳優であった、BJ ・アブレルは、 アメージングレースで優勝し、熟練した船長でもある。プディングの俳優で部長でもあった、ジョン・バーマンは、CNN のニュースキャスターを務め、リテラシーで悩んだ過去について本を2冊執筆した。イタリアのポレンタと似た、コーンミールと糖蜜、または蜂蜜などでできたかゆのような植民地時代の、食べ物、ヘイスティプディングから名付けられた。作るのに安くて、早いことから、 ヘイスティと付けられている。当時ヘイスティプディングが主食であったのかデザートであったのか定かではないが、現在プディングの公演の開幕パーティやーやヘイスティプディングショー受賞式など、バンケットなどのデザートとして扱われている。毎年著名な芸能人の中で、1951年からヘイスティプディングショー、ウーマン・オブ・ザ・イヤー、1967年からヘイスティプディングショー、 マン・オブ・ザ・イヤーを選定している。1961年に、ジェーン・ホンダが予期せず、受賞式に現れて、以降、通常受賞者は真剣に受け止め受賞式に出席し、パレードや軽いスピーチを行う。ありがとうございます。